教室で一緒だったおかっぱの女子とか、あんたのお気に入りでしょ。珍獣っぽいのとか好きだもんね、ソウスケ。人の友達をそういう風に言うなよ。炎上騒ぎから4年も経ったからもういいと思ってる。違うから。これから先もずっと詮索されて、私はあんたについてったせいで。自分だけ楽しく高校生活やれると思わないで。ごめん。手、繋いで。子供の時みたいにだよ。